佐賀県の推計人口が12月1日現在で80万人を下回ったことが分かりました。県の人口が70万人台となるのは戦後初めてです。県内20の首都・町への取材や佐賀テレビのまとめによりますと、12月1日現在の佐賀県の推計人口は79万9,852人となり、80万人を切ることが分かりました。 前の月よりも286人減少していて70万人台となるのは戦後初めてとなります県は各市と町の出生数や死亡数などをもとに毎月1日現在の推計人口を月末に公表していて最新の11月1日現在では80万138人となっていました佐賀県の人口は1955年には 過去最高のおよそ97万人となりましたが少子化の影響などで現在は25年連続で減少しています県は12月1日現在の推計人口を今月28日に発表するとしています